僕がサポートした67歳の女性でな、すんごい美しい女性が結婚相談所で婚活をしたんです。はい、ミッキー岡村です。今日はね、67歳超美人なモテモテ女性幸子さんが婚活をした話をお伝えします。彼女は長年小料理屋を自分で経営していて、経済的にも異性関係も問題なく幸せな日々を送ってた女性なんだ。僕は幸子さんの経営する料理屋に何度も行ったことがあるんだけどもね、もうね、大繁盛だ。幸子さん目当ての常連さんがね、毎日来てね、大人気なの。夜な夜な幸子さんを狙うおじさんたちが熱いバトルを繰り広げるんですよ。中には30代とか40代とかの男性もおるってんだから、幸子さんの魅力ってとんでもないんです。さてさて、そんな男たちから引く手あまたモテモテ大人気の幸子さんが、なぜ67歳のタイミングで婚活を始めたのか。そもそも言い寄ってくる男多いんやから、婚活なんてする必要ないんじゃないのって思うよな。そこのところ幸子さんに聞くとさ、言い寄ってくる男はみんな妻子持ち、遊び人、訳あり、病気持ち、 DV、 酔っ払いなんだって。まあシニアになってから料理屋の女将を口説こうって男たちなんだから、わからんでもないわな。幸子さんはある日、お付き合いしていた男性と別れることになった。別れのきっかけは、彼氏が幸子さんの孫に買ったお菓子代100円を後で請求されたからやって。100円やで。その時に、もうすぐ私も70歳、仕事をするのも疲れるようになってきた、将来を約束できる男性を探したい、真面目な婚活をして理想の男性を探すんだってことを決意したんだ。そこでさ、幸子さん結構お金持ってるしね、男前の性格だからさ、いざ結婚相談所に入るときに相談されたんだけど、 IBJ やオーネットやノッツェとかいろんな連盟あるじゃない、どれがいいでしょうって聞かれたからさ、それは複数に入る方が可能性高くなりますよって僕が言ったら、じゃあ全部の結婚相談所に入ってみますって言うのよ。主要な10個に全部入るっていうの、男前やん。いやそれは面倒さもあるから2、3個でいいと思いますよって言ったら、じゃあ3つに入りますとなって、3つの大きな相談所に入ったんだ。ということで、今日は幸子さんの婚活で分かったシニア婚活の面白さと、3つの連盟に入って分かったそれぞれの結婚相談所には特徴があるってことを紹介したいと思う。じゃあ行きます。まず幸子さんが入ったのはオーネットと IBJ と、あと1つは中堅の連盟な。オーネットと IBJ は惜しむ押されぬ大手なので、名前は出しても大丈夫でしょう。中堅のところはやや問題になるかもしれんから、名前の公表はやめてきます。欠点や厳しい部分も今から伝えるから。はい、結論から言いましょう。67歳美人女性の幸子さん、最初は3つの連盟に入って婚活やったけども、結局最終的には1つの連盟だけで活動することになりました。あとの2つは結構早い段階で使う必要ないってことになったのな。つまりは最初に入会金払ってまで登録したけども、すぐに辞めることになった、無駄遣いしちゃったんだよ。あ、その前に幸子さんの希望の男性はどんな男性やったかっていうと、ズバリ経済力オンリー、お金オンリー、お金持ち大好きってことやったわ。それぞれの連盟の特徴、最終的に幸子さんがどの連盟を使うことにしたかっていうと、 IBJ のシステムやって、オーネットはなんで辞めたかっていうとな、とんでもない男性がお見合いに来る率が高かったから。とんでもないっていうのは、背広の肩にフケが雪のように溜まってるとか、ワイシャツに醤油の跡が水玉模様のように染みついてるとか、最初のお見合いで手を握って離さないおじさんがいたとか、いきなり希望するエッチの回数を伝えてくるとかな。それでオーネットでは何人かとお見合いした後にすぐに退会した。これはね、オーネットの肩を持つわけではないねんけど、オーネットのシステムが悪いわけではないねん。オーネットっていうのは出会いの数を提供することに力を注いでいる結婚相談所やねんな。だから会員さんへの個別の教育とか相談とか、言うてみれば直接のダメ出しとかはほとんどやらへんねん。ということは、かなりのダメダメな質の悪い男性が多い傾向があるってことやねんな。オーネットの名誉のために説明するとさ、これはシニア婚活に限ったことでね、若い男女にとってはこういう問題行動の人は少ないから使えるシステムではあります。はい、今回の幸子さんの感想でした。ほんで、もう一つの中堅の連盟のシステムな。これはね、もうね、男性を検索してパソコンの画面を見た瞬間に、なにこれってなるのよ。もうな、プロフィール写真がな、汚い人しかおらんで、スタジオで撮影してる人が3割くらいしかおらんしな、ほとんどがスナップ写真の暗いイメージでドヨーンとした写真ばっかりや。ヨレヨレ T シャツとかボサボサ頭とか、中には阪神の帽子をかぶってる人もおるねん。
談所も注意しろとって思う。年収も低い人が多くてな。ってことで幸子さんはここもすぐに使うのやめはった。これも名誉のために言うておくとな、確かに老舗の相談所が多くて会員も若々しい人が少ないし、新しく入会してくる人も大手に比べて少ないけどな、また年収が低い人も多いねんけども、悪いとこばっかりやな。でもな、老舗の相談所だけあって仲人がめっちゃ頑張るから、真剣交際になった時に成婚率が高かったりするんよな。それとな、 IBJ でお見合いが全然組めない人とかもこういう中堅のシステムでやったらお見合いができるってことで重宝されてて、しっかり成婚も出てたりするのよ。要はどの連盟にもいいところもあれば悪いところもあるってことでな。じゃあ IBJ のいいところはどこかっていうと、年収の高い人が多いのと、写真がいい感じなのと、システムが使いやすいってことや。それと相談所のカウンセラーが割としっかり教育してることが多いから、問題がありすぎる人が少ないところな。欠点は入れ替わりが激しいし、写真がみんないいから会ってみたら、全然違うじゃない、あなた一体誰ってなることが多いのと、モテ男女に申し込みが集中してしまって、反対にお見合いが全く組めない人が多いってことな。こういうことで佐藤さんは最初はオーネットと IBJ と中堅の相談所のシステムで10人ぐらいに会ったけども、最後には IBJ だけを使って順調に婚活を開始しました。67歳バツ2でも美人ならいけるのか。さてさて、幸子さんの婚活が始まったんやけどさ、67歳の美人女性バツ2ですよ。やっぱり最初はちょっと不安もあったのよ。いくら美人だと言っても67やからな。それで幸子さんの希望が年収500万円以上の男性です。幸子さんの年齢を考えたら相手の男性は70歳くらいになるわけよ。70歳で年収500万以上ある人ってそんなにいてないやんって思ってな、心配やった。それがな、結果おるね、いっぱいおるね。結局申し込みバンバン来てな、幸子さん自分からもたくさん申し込んだしな、1ヶ月で50人以上から申し込みしましたよ。僕と一緒にパソコン画面を見て相手選んでる時も結婚した間の妄想を膨らんでな、旅行に行ったりデートしたりディナーに行ったりとかいろいろ考えて楽しそうやった。中には年収5000万円とかマンション所有とか別荘を持ってますとか、ほんまもんのお金持ちそうな人の中から選ぶのに苦労してました。もう一番幸せこの時が。幸子さんの婚活はいろいろなハプニングが起きるから今度改めて動画にするけど、シニア婚活の特徴を言うとな、もうね、男性がね、若い人と違ってね、我慢しないの、行動が直線的なの、スピードが速いの、速攻で口説いてくるのよ、展開が早すぎるの。例えばお見合いの時にそのまま食事に誘われることは普通にあるし、規則とか仲人の注意とかは関係ないんよ。すぐにセクハラ見たく触ってくるし、早々に自分の家に招待しようとするし、3回目のデートで通帳を見せて資産を公開するし、まず最初に健康診断の結果伝えるし、エッチの希望も言及するしとかな。話を聞いてて僕らでも驚きの連続や。それで年収の高い人の特徴も言うとな、まあほとんどが問題がある人や、何かしらの。そりゃそうやんな、それだけ恵まれた経済状況やのに現在婚活中ってことはそりゃ何かあるよ。最初は幸子さんもその辺のこと知らないから、最初に付き合った人とは問題にぶち当たって破局、別の人も最初は良かったけどもまた問題が出てきて破局の繰り返しになってもうた。そして最終的に超絶お金持ち複数と付き合って、その中からやっと幸子さんが選んだのは投資家の75歳の男性やって、株とか先物投資とかやってる人やった。バッタバッタと年収の高い男を振りまくって捨てまくって最後に選んだ人やから、そりゃ幸せそうやったよ。めっちゃ優しい男性でな、数億円の資産を持ちながらも週に3回警備員で働き続けてるっていう女性経験の少ない前の奥さんとは死別やったな。超真面目な人やった。これからは幸子さんを幸せにするためだけに生きていきたいって言ってくれてたんだな。よかったね幸子さん、めでたしめでたしって思ったわ。スタッフもみんなで祝福した。でもな、また波乱が起こるんやけど、幸子さんの話はまた改めて動画にします。今日言いたかったことは、結婚相談所の連盟やシステムにはそれぞれ一長一短がありますってことと、67歳のバツ2の美人女性が希望条件を経済力に限定して婚活したらどれくらい申し込まれるのかってことで、結果はアホほど申し込まれるってことでした。これはね、幸子さんが同年代の女性に比べて圧倒的に美人やからってのはあった。でもすんなりはいかない、完璧な男性は少なかったって結果でした。シニアの方、シニア婚活はどんどん盛況になってるので、どしどし婚活やってみましょうよ。はい、今回は67歳超美人のモテモテ女性幸子さんが婚活をした話をお伝えしました。はい、今回の動画が面白かったならチャンネル登録と高評価してくれて嬉しいです。今後も一生懸命動画頑張っていきます。よろしくお願いします。いくつになっても恋愛は楽しい、頑張りましょうシニアさん。じゃあね、バイバーイ。